本日のメインゲスト、ゆりやさんです。ようこそ。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。今日はお越しいただきまして。お邪魔します。いや、もう楽しみにしておりました。ゆりやさんの場合は本当にいろんなことをされていらっしゃるので、何から聞けばいいのだろうかという感じがちょっとあるんですけども、ね、もうダンサーもされていながら、はい、ご自身で美容関係の松江区だったり、はい、よもぎのお仕事とかフェイシャルのお仕事もご自身でこうされていらっしゃるじゃないですか、うん、はいはい、これだけのことを同時に一体どんな感じでやってんのかなみたいなことを、ね、まあちょっとこう可能な限り、尺の許す限りお聞きできたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今のそのちょっとこうお仕事のスタイルというか、はい、日々こういうことをやってるみたいなのをちょっと最初にご紹介いただけないかなと思いまして。はい、メインというかこの自分のお仕事と呼ばれるもの自体は、はいはい、自分のお店を持ってるんですけれども、それは美容関係のお仕事であって、はい、そうですよね、でコンサルタントだったりとか、まあ、そのプロデュース業がメインなんですけど、はいはい、インスタグラム上では、まあ、ダンサーとしてで、はい、メインだったりとかいろいろこう変わってくるんですけど、そうですよね、全力で全てこうやってるので、はい、そうですよね、その基本的にはそうですね、自分の仕事はメインではそのビューティーサロンをやってますね。はいはいはい、はい、ビューティーサロンはそのどんなサービスが今あるんですか。まつげクステと、はい、よもぎ虫、はい、あとフェイシャル、あと眉毛ワックス、はいはいはい、あと小顔矯正を。あ、そんなにあるんですか。そうですね、フランチャイズで、小顔矯正だけフランチャイズなんですけど。あ、フランチャイズになってるんですか。そうですね、を、すごっ、うちがお願いして、はいはい、そうですね、そんな感じで、もう本当に私がダンサーだったりこうタレント業の方をなんかやるときに必要に、はいはい、なことをはいはい、はい、お仕事にしてるってだけですね。そうです。それは店舗があって。そうです、店舗が都内3店舗か、はい、3店舗と日本だとつくば、はい、で、フランチャイズだったりコンサル入ってるのはタイだったり海外もあるんですけど。あ、そうなんですか。そうです、そうです。アパレルも今やってて。あ、アパレルの、そうか、そうですよね。そうですね、いろんなコンサル業で入るともういろんなとこ行っちゃうんですけど、はいはいはい、そんな感じでやってます。コンサルっていうのは具体的にどんなことをされるんですか。なんでしょう、なんかダンスだったりとかもそうなんですけど、はいはい、そのエンターテインメントを使ったコンサルタントが多くって、アパレルも、まあ、時代によってこう変わってくる売り方だったりとかを、はいはい、どういうふうにしたらこれが回るかっていう、その一つの仕組みが自分自身だったって感じで、例えば、はいはいはい、お店を名前を広げるっていう一つが自分の活動、エンタメの活動、ダンサーだったりとか、サイバージャパンさんだったりとかの、はいはい、そういうグループに入って活動してたのも、その一つこう円になって回ってるイメージというか。あ、なるほどなるほど。私が出ることがつながる、はいはい、一緒で、じゃあ例えば他のコンサルするにしても、例えば服を売ることだけが目的ではないというか、はいはいはい、音楽と組み合わせたりとか、うん、まあ、そうですよね、エンタメを使ったものをいかに面白くさせるかとか、はいはいはい、あとはやっぱ数字が一番、うんうん、どういうふうにしたら伸びていくかっていうことをいち早くやります。